はい、今から髪の傷みが5分の1になる1号から白髪染め NB1 が 20g、 2液 100g で染めます。そういえば、どうしたパソコンは。今度さ、組長なんで。あ、そうなん、うん、うちの回覧板はね、名前みんな書いてあるじゃん、うん、日にちとに、あの日にちと時間まで書いてあるんですよ、回すんだよ、はい、うち、あのちゃんとコピー機もあるんだけどさ、お父さん使えない、うん、今度こ持ってきてあ、あ、どうぞどうぞ、プリンターがあるから大丈夫ですよ。じゃあ使ってください。組長で何件かなんですか、隣組は、ね、13件。あ、多いんだね、うん、うちはもう7件だっけ、6件やってた、多いもんだからさ、一人の人が半分に分けねえかよ、うん、なんかお葬式だとかそういう時、うん、こんなにいっぱいいてもしょうがないんで、そう、2班なんだけど、はい、2班は2班でいいんだけど、うん、それを半分に分けねえかよって言って、うん、それでさ、ちょっとみんな反対してさ、うん、いいじゃねえかこのままで。何か、うん、おじゃんか、多いからってそんな不都合してるわけじゃないし、今までそのままだったんだから、うん、みんな新しく改革しないんだよ。その人で染まれて新年会一回来なかった。何やってやってられねえなんつって帰っちゃった、うん、人が勇気持っていたのにってかい、うん。でも私も今までと同じでいい本にさらせた、うん、だってお葬式なんてさ、うん、今手伝うことないじゃん。ないない、そうだよね、うん、本当だ、みんな式場の人がやってくれるしさ。そうだよね、うん、でうちのなんて組うちのお祝い事とかさ、うん、でも昔は長男が生まれたらなんてやってたんだね、はい、でも全部なくしちゃって、うん、ただお葬式の時行くだけになったからさ、うん、あ、やっぱ長男が生まれたってもあるんだ。昔はあったよ、うん、女の子だとダメなんですよ。長女、それはおかしいよね、うん、長女じゃダメなんで、うん、昔はほらお婿さんとるってあんまりなかったじゃん、うん、今ね、それはおかしいね、うん、と思うけどね、まあ男尊女卑の名残だな、うん、ね、はい、ちゃんと止めます。